あ、待って、なんか手に入れた。あ、ホスピス、ホスピス。どうもこんにちは、ピクトです。というわけで今回も匠クラスでやっていこうかなと思います。いや、前回さ、ヒロアカについてはもう触れませんって言ったんだけど、なんかそれ言ったらなんかヒロアカに触れればぶっ殺すぞっていうさ、ははは、どんな殺害予告なのかわかんないんですけど、なんかね、ヒロアカに触れろって言われたんで一応触れておきます。前回のヒーローアカデミアのやつが一番合ってるって言われました。はい、以上。まあ、てことで今回ね、何やっていくかっていうと、裏でちょっと作業やったんですけどね、ここ前回行った第二の村っていうね、チェックポイントつけたんですけど、第二の村なんですけど、ここにね、レンガを使って、仮拠点みたいのは建てれませんでした。足りませんでした。レンガ使ったんですけど、全然足りなかったわ。ということで、こんな感じでね。まあ、でも一応、枠組みは作れたんで、まあ、ここで寝てればね、まあ、匠に爆破されても、まあ、多分壊れないと思うんで、まあ、ここでね、しばらく寝ていこうかなと思います。今回は、地下に黒曜石を取りに行くっていうのと、まあ、ついでに地下探索でもしてみようかなって思います。もしかしたら、地下に行ったら、地下特有の匠なんかも、ワンチャンいるんじゃないかっていう。前回さ、なんか雪山みたいなところ行ったら、なんかいつもいないような匠がいたから、ワンチャンなんか地下に行ったらいるんじゃないかってことで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。でですね、都合よくここにね、地下なんかいるんですが、それは都合よく地下への入り口があったんで、ちょっとこっからね、行こうかなと思います。なんだっけこいつ、失笑かこいつ。あーこいつやべえやつだ。もうしょっぱなからやべえやつ引いちった。ちょっと待って、やめてな、お前やめてな。どっか行け、どっか行け、どっか行け、どっか行け。てかさ、いつもさ、後ろ向いてさ帰ってたけどさ、普通にこれでも全然行けるんだよな。なんで俺パート5にしてやっと気づいたんだろう。バカなんかな。バカだわ、言うまでもなかった。ってことで、まあ、この中に洞窟が、あ、え、これ微笑みだから、あ、福匠はいいやつなんじゃないのこれは。イエーイ。お、幸運2がついてる。え、これ幸運ってさ、何が起きるんだっけ。ツルハシとかにつく幸運じゃないよね。何の効果つくんだろう。あー、匠なんか新しいのいるから、コウモリ匠とかいるんじゃないの。お、待って、あ、これ普通のゾンビか。お前はもう需要がない剣だ。なんだこれ、え、なんだこれ、え、待って、こんな鉱石あったっけ。え、何これ、え、ちょっと待って待って待って、なんか新しい鉱石見つけた。よく見たら顔が匠になってる。これ普通のさ、白いやつと違うよね。え、これちょっと、これ取ってみるか。待って、取れる？待って、なんか今体力が見えたぞ、今。ちょっと、ねえ、ちょっと、何今の。ねえ。はっ！火薬匠。え、そんなやつもいるの？てか、あいつどうやって倒すん？うわぁ、しかもなんか一体倒したら全身だし。何今の。すげえ、あんな鉱石型の匠もいるんだ。初めて見た。え、何今の。あ、でもあれは本当に地下限定って感じじゃない。あ、出会えた、ちょうど。え、なんだこいつ。天のジャック匠ってさ、どうやって倒せばいいんこれ。これ多分攻撃したらやばいやつだよね。ねえ。あ、お、お、やった。匠式高性能爆弾いっぱいくれた。え、あいつどうやって倒せばいい。さあ、ここに新たな匠がいると信じたいけど、なんか敵のマークっぽいのが全然ないんだけど、え、いないのかな。さっきのさ、火薬の匠、火薬というか石の匠さ、また会いたいな。あいつどうやって倒すんだろう。普通に掘った時に体力出たから、そっから攻撃する的な感じかな。あ、待って、溶岩が見えるってことは警告があるんじゃないか。警告があるってことは普通にこっち側に行けば多分匠に出会えると思うんでね、さすがに警告があれば。やってきたぜ警告。はっはぁ、待って、なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかやばそうなのいた今。なんだこいつ、待って、あー、流氷、流氷匠、待って、俺これ死ぬんじゃないこれ。待って、流氷匠、暗い、暗いです、流氷匠。オッケーオッケー、まだか。待って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 、一回落ち着こう。オッケー、ちょっと待って、流氷匠しよう。一旦上登って、登っちゃいいので、こっち側から敵探しましょう。これなんか匠の弓っぽいの持ってる、スケルトン匠だ。待って、おい、あ、爆発すんのそれ。え、なに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 、あ、なんでお前の、あ、あれか、矢か、ただの、ただの矢か。びっくりした、びっくりした、もうそんな近くで爆発すると思ったけど、矢匠の矢か、びっくりした。矢匠ってなんだよ。こっち側に敵がいると予想、赤いマークがいっぱいある。なんだこいつ、こいつは、あ、森守くんじゃん。守くんってさ、倒したっけ俺。
マモルくん倒そうぜ。やばいやばいやばい、待って待って待って、マモルくん、はい、オッケー、よし、お、マモルくん初めてだ。あ、そしているいる、あいつが。ちょ、もう一回リベンジしようぜ、あいつに。え、これさ、どうやってもう攻撃していいのかな、これ。あ、違うな。一回、え、一回これで解除して、解除してからの殴る、え、ツルハシ限定か、こいつ。はい、あ、つる、あ、待て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 、落ち着け、一旦落ち着け、一旦落ち着け、火薬な、これツルハシ限定だな、これ多分。待って、これ、はい、よし、オッケー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 。ちょっと待って、火薬ガンタクミめっちゃいるじゃん、これ一体倒したら全部死ぬとか、そういうあれじゃないんすか。めっちゃいるじゃん、これ。これどうすればいいの、これ。じゃあ逆にこれどうすればいいの、これ。一回爆発させてみる、試しに。怖いけど。あ、なんだ、普通に剣でいけん。はい、オッケー、全然剣でいけたわ。ちょ、黒曜石だけさらっと回収するわ。多分早いはず、早っ。まあ、ということで、黒曜石をね、だいぶ集めたんで、もう目的は完了したから、あとはもう今日は、匠、探しに行くぜ。あ、なんか、いや、バッターストライク、ファイス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 、はい。はい、ちょっと。ちょっと待って、ゾンビめっちゃ来るじゃん。ちょっと待って、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 待もう落ち着けないから、そんなん。あ、チェストたくみいる。ちょっと待って、匠もいる。松明がなくなったし、匠もいるし。あ、石たくみってやばいんじゃない、この状況で爆発させちゃったら。ちょっとこう、花火もいるからやめて。やめよ、一回。やめようね。ね、ね、ほんと。ね、ね、ね、ほんと。ね、ほんと。あ、ちょ、ちょ、ちょ、そうでもなかった。なんかどこでお前花火やってんの、どこで花火やってんの、ほんと。え、これ石たくみマジで、あ、ちょっと爆発させていいけど怖いからやめたい。さすがにちょっと今回やめとこう。めっちゃ爆発させて気持ちはあるんだけど、ちょっとやめとこう。確かチェストたくみ、あの中取るんじゃなくて倒したらダイヤモンドめっちゃ取れるみたいなのがコメントあって、確かにそういえばそうだなと思ったんで、ぶっ倒すわ。これどうやって倒せばいいん、こいつ。こいつ弱いぞ。こいつ雑魚だぞ、いける。いける、よし。あれ、あ、爆弾か。え、なんかダイヤワンスタックぐらい前回くれた気がするんだけど。爆弾だったわ。あ、待って、あ、ダイヤモンド落ちてる。あった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 。あった、ダイヤモンドここに。待って、どれだけ手に入る。お、これで。あ、すげえ、16個だ。ワンスタックとは言わないけど、16個も落ちてる。すげえ。めっちゃ落ちるじゃん、ダイヤモンド。あ、はい、待って、なんかやばそうなのいた、また。またやばそうなのいた。普通の匠か、お前。しょうもな。しょうもないわ、こいつ。ちょっと待って、2体来るって聞いてない。2体来るって聞いてない、俺。俺2体来るとは聞いてない、俺。よし、オッケー。あ、待って。なんか手に入れた。あ、ホスピス、ホスピス、危な、危ねえ、ほんと。なんか手に入れた。なんか手に入れたよ、俺今。でも夜だからあんま声出せないんやって、ほんと。なんか手に入れた、これなんだ、腐食ブロック、腐食ブロック。何、腐食ブロックって。これあれだっけ、なんか置いたら広がっちゃうみたいなやつだっけ。うわ、めっちゃやりてー、やるか。ちょっと怖いんで、一回、拠点に戻ってきて、干渉式高性能爆弾かな。あれさ、ちょっとま、たぶん神殿で匠いっぱい出せるから、爆弾に関してはいつでも手に入れられると思うんで、ちょっと試しに使ってみようかなと思います。ってことで、なんかついでに新しい匠いないから、なんか今回なんか新匠少ない気がするから、ちょっとここで取れ高補填しておきたいんですが、ちょ、最後にちょっとさ、ダイヤモンド匠仕留めて終わりにしようぜ。こいつまだ倒したことないから逃げろ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 。なんかちょ、コンクリート邪魔、コンクリート邪魔、コンクリート邪魔なんやって。はい、オッケー、よし。で、取れ高、いやー、ちょ、ザスザスバス、おい、これいい、オッケー、いい、オッケー、よし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 、ナース、あーっ、匠危な、危な、危な、とつ匠マジで。よし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 、なんか手に入れた。高性能爆弾とダイヤモンドブロック手に入れました。え、何これ、え、ちょっと待って。あ、今気づいたんだけど、これさ、消滅の呪いと束縛の呪いついてるんだ。あ、外せないんだ、これ。初めて知った。あれ、てか俺前回これ、ダイヤモンド外せなかったっけ、いつの間に呪いついたんだ。まあいいや。とりあえずちょっとせっかくなんで、この、干渉式高性能爆弾、どんな感じの爆発やってくれるのか、ちょ、見てみようぜ。いくぜ。せーの、はい。あ、置いてすぐ爆発とかではないのか。なるほど、なるほど。これで、待って。縦構えながら右クリックできないかな。いくぞ。はい、待って。はい、あれ、はい。左か。はい。ん、あー、あ、すげえ、なんだこれ、
え、干渉式構成のバギナすごっ。なんだこれ、あ、こんな、まだ爆発してんの、え、あ、こんな感じになるんだ。え、じゃあさ、貫き匠に爆発されたらやばくない？え、なにこれ、干渉式構成の爆弾すごいわ。あ、改築の匠がいる。わ、あいつ倒して。こいつも多分さ、なんか爆弾落とすはずだよな。え、なんでこいつ、俺に対して爆発してこないんだろう。なんか優しい、なんか。倒そう。ということで最後に今日倒した匠見て終わりにしましょう。今日何倒したっけ？そんな倒してないよね、今日。あ、これか、守くんか。森守る匠。絶対読み方違うけど。匠の木の精霊、森を守り木を植える匠、もちろんだが匠の木である。あ、こいつ爆発見たよな。なんか爆発したら、あの、匠の木が生えてくんだよね。あの、あ、そのまんまのこと言っちゃった。あの、爆発する木のやつね。で、あとは次、ダイヤモンド匠。硬い精神と強靭な肉体、ダイヤの匠は砕けない。かっこいいね。いや、こいつ、なんだっけ、あれ、ノックバック効かないんだよな。めちゃくちゃうざいんだよな、こいつ。で、あと、スケルトン匠、爆発性の矢を放つ。ワールドは爆風巻き起こる戦場とかす。いや、これめちゃくちゃ怖いよな、こいつ。え、あ、てか待って、スケルトンのマークさ、なんか3体いるんだけど、やばくない？え、他にもまだスケルトンの種類の匠がいるってことか、これ。すごいな。あ、で、あとこいつか。火薬岩匠か。これちょっと可愛いな、こいつ。火薬岩に化けた匠。掘ればその途端正体を表す。まあでもこいつ動かないから、そんな強くなかったね、でも。で、最後にチェスト匠。宝物はここにすべて置いてきた。危険を覚悟でいざ挑め。お、なんかワンピースみたいな。探せみたいな。どうなんだろうこれ、匠倒した方がいいのかなこれ。次の時は、ちょっと中身見る。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いや、まだまださ、なんか見たことない匠がいっぱいいるから、まあ一応次回は、エンチャントとかのやつは、まあ裏で多分完成させておくと思うんですけど、裏でいろいろやっといて、で、なんかネザーとかもいければいいかなと思います。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。じゃあ半分消えるんだ、これ。最後までご視聴いただきありが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 、長いわ。チャンネル登録と高評価もよろし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 。帰れ。最後でシマジメニヤテクデサイヤ。お前の存在が一番ふざけてるわ。最後だしみんな揃えて。マカスラ。私たちを誰だと思ってんの。じゃあ行くよ。せーの。じゃねばい。じゃねばい。揃わなすぎて森入る。